よし、リトルナイトメア2やっていこう。今日もリベンジだね。ここのさ、病院で出てくるはなぜか光で止まるわけわからん人形たちがさ、マジむずいわ。ちょっとここむずかったんで、前回のリベンジマッチとしてやっていこうか。歩きながら照らすんだよね、多分。で、照らしながら先進む。いやでもさ、もう四方八方来るからさ、マジむずいんだよ。どれぐらいむずいかを一旦皆さんにお見せしましょう。まずね、もう覚えてんだよ。これ手前から来て、そう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 。で、奥。奥奥、いいね。で、手前、前からでもう全方位でもう、パッパパーン。集中集中集中。いけるはず。俺ならいける。大丈夫。信じろ。自分を信じろ。I believe。I believe っていう曲があるだろ。あれも自分を信じろっていう意味だから、前向いて。はい、いいよ。いいよ。後ろ。こいつ。はぁ、前。もう後ろ。前も後ろも。斜め前、あーマイカー惜しい。でもなんか結構良くない？いける気がするわ。いける気はするけど、まあ安定はしてない、確実に。まあでも安定なんかいらない。一度きりの人生、楽しんだもん勝ちだよな。後ろで、これ後ろ向きながらで大丈夫で、前から来るタイミングを教えてください。上、下、前、前。で、ここ、後ろでよくて、そろそろ前から来るから、前照らして、お前もうなんか来るなら来るよっていいな。合図出しな、お前。わかんなすぎ。手前照らして、奥照らして、奥照らして、もう柱で何も見えません。まずは、手前照らして、奥照らして、もう一回手前照らして、奥照らして、斜め前。いいね。で、ここは後ろ。一回後ろ照らして、いいよいいよいいよ。で、最後前。じゃない。で、これもう後ろ照らしながらね。こ、あ、あった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 。超えるべき、超えるべき策を見つけた俺は。聞いたー。いや、これね、破ってくると俺は予想する。破ってくると予想して、ちょっとずつ前に進もう。いや、これ破ってこねえわ。いけたー。ただいま、シックス。お待たせ。前回ぶりだな。前回のパートで俺諦めちまったからよ、ここ突破すんのよ。前回のパートぶりだぜ。これ何すんだ？この弾を上にある、あれに当てんのか？無理じゃない？俺の腕力じゃ無理かも。あ、これ乗って、なんだこれ？ん？なんかレバーみたいなのない？やばい、俺、頭おかしいからさ、これなんだ？捕まれる？あ、捕まった！したら？何が起こる？なんだ、何が起きてんだ？で、ダッドン、コン、コン、コンで、あ、なるほど。うん。なるほどだけど、わけわかんねえよ。うん。なんでこんなになってんだ。で、これを入れて、よいしょ。入んねんかい。その、ちょっと入んないの何なの？これを、ごめんね、シックス。暇だったよな。入れって。ね、この絶妙に入らないの、これ。いいってもう。よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー、入ったから、シックス君は、そう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 、取り出してくれて、俺は？シックス。シックス、俺、ああそこ、あんね、もうなんか唾絡まったわ。びっくりしすぎて唾絡まった。で、これ取ってよくて、オッケー。これでようやっとヒューズが2個集まったわけだ。長い旅路だったぜ。ちょっと待って、あのお人形さんたちちょっと強すぎたな。でも今回は意外とスッといけたね、前回に比べると。あ、これヒューズ持ってきてくれてんじゃない、もしかして。もう1個、お前、できる女だな。あれ、シックスって一応女の子なんだよね。できすぎるな。できすぎくんもびっくりのできすぎ具合よ。さあ、これでエレベーターが動くんじゃないのかい？引っ張って。よし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 。これもうそろそろ、病院のラスボス近いんじゃない？ラスボスっていう表現が正しいのかわかんないけど、学校では首長おばさんがいたように、病院でのドデカボス出てくるんじゃないかな。ねえ、シックス。手つなご。シックス。不安な時は手つなごって言われてるんだ。なんだ。うん。あ、そう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 。手つなご。いいねえ。さあ、奥底へと。地下か。病院の地下ってなんかろくでもねえこと起こりそうだからな。何が出てくる？まあでも、あの、あ、この、ドックンって今、心臓の音が聞こえたね。モノくんドキドキしてんのかい？ドックン。
さあ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 、近いんじゃないのボスが。ねえ、あ、右で何か音が聞こえたよ今。さあ進もうか。ただね、前回と違って今回はシックス君もいるから二人協力プレイって感じなんで、そこまで難しくはないんじゃないの。お、これなんだ、これ登れんのか。普通に登れるわけじゃないかな。あ、登れるわ。行こうか。一方通行のようだね。アクセラレーター、一方通行で。まだ出てこない。おいおい、お人形さんでもいいんだぜ。出てこいよ、照らしてやるから。なんだこの不気味な、何もない感じ。おっと、開くねえ。そこそこ開くねえ。なんだ、マスターハンドだ。またお前か、またお前か。いいぜ、やってやろうじゃん。こいつは普通にね、ぶん殴るのが正解なんで、多分ね、これだね。これでぶん殴る、これでぶん殴る。あー、なんかちょっと猶予くれてただけに悔しいです。ごめんごめん。シックスくんが抑えてくれてる間にあいつをぶん殴ればいいのね。それが正解、それが一番大事よ。了解しました。もうこいつをあらかじめ持っておいて、さあ出てきな、マスターハンド。いや、マドハンドか。最近ドラクエが発売したからな。マドハンド、こいつかわすのよね。おいしょ、おいしょ、もう一発。あれ、もう一発は食らわないってか。いいよいしょ、一発かわしてからのドン、もう一発ドンが相手の方が早い。かわしてくるのはどうやって対処すればいいんだろう。もう対処のしようないのかな。一回外してまではしょうがないのか。それとも一個グイって踏み込んでから殴るのが正解かな。踏み込んでから殴る。オッケーオッケーオッケー、了解了解。でこっちから出てくるんでしょ。で殴るふりして下がらせてドン。オッケーオッケーオッケーよ。俺はもう学んだからね。学んだ男は強いぜ。2人目。おう、やばい、エイムがずれちまう。ガーン、ごめんシックス、先行ってて。1人で。あれ、2対1になった時点でもう負け格だったりするのか。シックスくんが抑えてる間に、これさ、もしかしてあいつをやるのが正解なんじゃなくて、まあ、こいつ殴るけど、なんかさ、ここ開けれそうだよね、ここ。いや、違うのか。もう一回かわしてきた、新しいパターン。でもこれ、そうそう、シックスくんがやられちゃってで開けられるんだよね。で新しいの出てくるから、どうしてもかわされる。あ、ナイス。これさ、あ、時間稼げばいいみたいな、そういうことかな。オッケー、相手の攻撃一回かわします。一回かわそう、相手の攻撃一回かわして、え、ガン、2回目の攻撃が早い。いや、これシックスくんがあそこ開けてくれるから、時間稼ぎプラス倒せばいいんだね。オッケー、俺はあいつをもう完膚なきまでに叩きのめせばいいということが分かったので、やっていこう。かー、やられるのは俺。バックステップに合わせてドン。オッケー、いいよ、1体はやったから。これでオッケー。そして2体目の討伐に入るよ。シックス君、そこのドアは頼んだ。俺が敵を殲滅してる間にね。いいよ、あと一発なんじゃない。マドハンドの HP はだいたい3なんでね。1回バックステップのところに合わせると。オッケー、よし、これでいけたんじゃないか。俺も手伝うぜシックス。最後は2人でボンと。いいよ、さあ先に進もうか。マドハンドはもう出てこないと思うので先進もう。かがめばいいのかこれ。よし、さあ、うわ、趣味悪ぅ。これさ、今までの敵の総集編って考えたら、確かに第一関門はマドハンドだった。つまりお人形さんが出てくるんじゃないか、ここのエリアは。なんかそう思うぜ俺は。なんかギコギコ言ってっしな。なんだ、え、何、え、誰、本当に誰、ここに来て初見、初見はこついらっしゃいの敵出てくんの。ちょっとライト消そう。え、何これ、
おデブさん、本物のおデブさんが敵なのね。こっからは了解しました。いや了解できないけど、はあじゃないよ。吐息がすごい。だが何が正解だったんだろう。あのおデブちゃん何が正解なんだ。あ、これバレたら終わりとかかな。あー、バレたらダメっぽいな。スニークか。そうだね、シックス君もかがんでるから、これはスニークミッションっぽいか。さあさあさあ、スニークミッションってことは背中向けてる間に進むんだろうね。で、この棚に隠れると。オッケー、いいよ、シックス、それ隠れれてるから大丈夫か。これ今はこっち向いてるから多分ダメだよね。あいつがお医者さんもどきなのかな。お医者さんつうか芋虫だし、だけど。で、今のうちなら進める。これ立って移動していいな。で、ここでしゃがむ。バレてない？シックス、お前ケツ出てるって絶対。シックス？オッケー、次はあの穴ね。で、多分なんか手術始めっから、この間だね。この間に。いや、入れない入れない。入った？これ入れた？セーフ？アウト？よいよいのよい、どっち？どっち？野球拳で言ったら、アウトっぽーい。まあまあ、ただやることは結構シンプルだね。スニークミッション、いつも通りのスニークミッションなんで、あいつ何やってんだ？なんか今、キュポンって落としたぞ。この間進めるでしょ。はい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 。なんか、かまじいみてえだな。いろんな引き出し開けて。おお、こっち見てるね。いい目をしてるね、君。さあ、じゃあこの間に先進ませてもろて。まあ、バレないのがやっぱ正義だな。これ来るんじゃない？はいはいはい、騙されないよ、俺は。こいつ気づいてない？俺らにもう。この移動の仕方。ねえ。これ気づいてますよね？気づいてないんだ。気づいて、やめて、ベッドを上げないで。いいよ、そーん、気づいてないんだね。ああ、よかった。ポンコツでよかった、あいつが。さあ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 、続いてのスニークミッションが続いていきます。あ、セーブ入ったね、いいね。ここは？この間はいけるんじゃない？この車に、この滑車みたいなのに隠れつつ、次目指すは？え？次何すればいいんだ？あのスイッチを押す必要があるな。右前にある。ただスイッチを押したら絶対にバレるから、そしたら、手前にあるちっちゃめのベッドに入ろう。それしか方法がないと思う。OK、じゃあこの間に行って、あのスイッチをジャンプで押せんのかなこれ。あ、ジャンプで押せない。やべ。やべ、これバレる？これはバレる。もうバレてそう。すごくバレた。おはようございます。こっからやらせてくれるんだ。優しいな。これ分かった。マットレスは音なんないね、多分。ちょっと一回手前のさ、ベッド。ここさ、セーフじゃない？ベッドっていうかタオル入れっつうか。奥まで行く必要はないよね、多分これ。え、奥まで行く必要あるのかな、もしかしたら。ありそうだな。なんか、箱だ。ベッドとベッドの間に置いてある箱を持って投げる必要があるんだ、これ。ちゅうことはですよ。今は絶対ダメだね。うん。こいつ何してんの？足取ろうとして、頭取ろうとして。失敗してどっか行くの？お前マジで何なんだ？おい、シックス、ついてこいよ！シックス！俺だけ行くのこれ！怖いよ！なんでお前はついてきてくれないの？いつもそうやって。はいはいはい、ここもダメ。もう、こいつが何してるかもわかんないし。このお人形さんいじくるならいじくれよ。ただ撫でて終わんのやめろ。怖いから。はいはいはい。この隙間に、移動して、これ取れるよね、多分。こいつを取って、多分、向こう行くんだろうね。オッケー。やばい、バレる。おい、シックス、こっち来んな。シックス、なんでこのタイミングでこっち来たんだ、お前は。今、帰ろうとしてたんだよ、俺は。今はダメだね、今はダメだね。確実にバレちゃうね。で、多分、このマットレス下に引いてある。
マットレスのところでは多分音を立ててもバレないと思うから、よし進もう進もう。このマットレスのあるところで物を投げるんじゃないかなと俺は思うんだけど、ここだね。このマットレスの上で物を投げれば、いやもう絶対バレる絶対バレる、こんなん絶対バレるんで、ダッシュだダッシュダッシュダッシュ。やべえ、シックスがついてきてね。多分違うんだろうな。うん、なんかシックスがついてきてない時点で多分違うんだろうなっていうのは分かりました。ご愁傷さま。あ、こっからやらせてくれるの優しい、すごい優しいじゃん。じゃあもう投げて手前のベッドだね。シックスと一緒の場所に隠れよう。だってシックスがここにいるんだもん、俺がバレるわけないよね。シックスここにいるし、本当にバレねえわ。あ、なんか本当にバレなそう。ただな、ドアが開いたのは絶対に気づいてるわけだから、あの部屋から出てこないんじゃないこいつ。大丈夫か、俺ずっとここいていいのかな、帰るのかな。あー、なんか奥行った奥行った。これでオッケーと。了解了解。今のうちね。俺もうシックスについてこう。俺が考えても絶対失敗するもん。はいはいはい。登ればいいと。ありがとう、シックスさん。シックスさん。いや、シックス先生だね。うん。もうシックスさんについていくゲームだから、これ。やっぱでも、ラスボスとか、こういう強めのボスは、シックスの方が経験豊富なんで、もちろん。よし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 、第一関門突破なんじゃないですか？さあさあさあ、ここも静かにしていきつつ。まあでも、あいつとの戦闘はもう免れないっぽいので、おそらく。なになに？お前の取っ手なんだ、ここ。そっか、どうやって天井に張り付いてんだろうなと思ったら、取っ手が開けてあるんだね。変なの。まあでも、あいつの動向は常にチェックしておきたいから、カメラは下に向けておこう。はい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 。オッケー。音を立てたらダメなんじゃないのかなと思うので、常にしゃがみで動いていこうと思うが、シックスが直立不動なんで、俺も直立不動します。直立で進んでいく。ここ降りれるってことだよな？大丈夫だよな、降りて。降ります。降りて。降りて、OK？ あ、鍵が必要か。ここ。ちゅうことはどこかに鍵が落ちているはず。左に戻る。鍵を持ってこなきゃいけないわけか。あいつにバレずにか？いるか？敵。あ、いないな。別に敵がいるわけじゃないのか。ん？なんだ？あれ？ここ進めない。ちょ、ここ、こっち進めない。シックスごめん、こっち、行き止まり。こっちだ、こっちだ。なんか引っ張れる。で、こう入って、シックスに押してもらうんだ。ありがとう！よろしくよろしく！力仕事を女の子にやらせるっていうね。もう音でバレるって絶対。すごい音立ってたよ今。絶対に音でバレるよ。ただ鍵があった！あった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 、この上か。どっから行きゃいいんだ？別にここ登れるわけでもないから、あ？どっかから上がるよね。なんだ？届かないもんね、ジャンプしても。届かないわ。あ、ガガガガガ、危ない。危ない、危ないバグり方した。あ、これ手前に出すんじゃね？これ引っ張ったら、そうね、そうね、そうね。ちょっとなんか、良くはないけど、この上乗って、で、次この取って乗って、OK、OK、OK。OK か？これ本当に。したら、このテーブルから乗れるようになるみたいな。ありそう、ありそう、ありそう、ありそう。テーブルにどうやって乗るんだろう。次はあのテーブルの乗り方がわかんない。ちょっとあのテーブルの乗り方、これか。今度はこれか。おいおい、ピタゴラスイッチか？やること多すぎてピタゴラスイッチかて。で、これ乗る。音でバレるけどね、絶対こんな。で、ここ乗って一回きりじゃん。一回きりしか使えません、今の。で、ここから大ジャンプと。届かないんだよね。どこが大ジャンプだったんだろう。勢いそのままに。よーしよ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 し。
これで鍵は手にできたので、先に進めるね。シックスお待たせ。おまた？おまたまた？ちょ、あんま良くないな。あんま良くないギャル語みたいになっちゃったな。おまたまた？お待たせしました。シックスさん。もう合図なしで引いてくれる。俺があって言っただけでうんって言ってくれる。あうんの呼吸だね。ゴールデンペアだ。大石菊丸ペアだ。もう、言葉を交わさずともわかるもん。さあ、先進んでいこうか。病院編もまだまだ続きそうだよね。ようやくボスらしいボスも出てきたところだし、まだまだ続いていきそうだ。セーブポイント入りまして、普通にこれ下通れんのか？通れるわけじゃない。これ登れんのか？あ、どっから行くんだ？え？ん？え？ここか？え？ちょっと待って。あ、登れる？登れないんだ、この洗面台。引っかかれるだけの場所あるんだよな。リトルナイトメアこれが分かりづらいんだよな。でもなんかあるな、ここ。え、ここは登れるよね、さすがに。え、ここは登れないの？あ、普通にこの棚登れんのか。あ、ちょ、マジで、俺の理解力のなさすごいな。で、登って、上まで登って、ジャンプか。よし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 。で、もう一ジャンプと。オッケーで、金網捕まって、セーフと。ジャンプ力すごい、お前！俺今、金網の、ジャンプ力すごっ！わぁ、運動神経の差が、目に見えてわかる。やだわぁ。なえー、マジで。なんか、運動神経いい人とやる運動面白くない。ほんとになえる。私が運動神経悪いみたいじゃない。あぶね。あぶね、つかみボタン離しちゃった。やばい。シックス君の後をつけてるストーカーみたいになってるわ。距離感バグったストーカーみたいに。ヒューズが必要と。いうことはわかります。そして、左側には、いつも通りのおデブちゃん。おデブちゃんやろうか。俺らと戦おうか、おデブちゃん。スニークミッション開始。さあ、手前で何らかの作業、なんかなんだ、水飲んでんのか？音が来たね、こいつはもう。よし。それでは、この下に入り申して、ヒューズを持ってこなきゃいけないので、どこかにヒューズ、あそこにヒューズある！あの棚の中にヒューズあるべ！無理じゃん、そんなのは。無理くないね。普通に無理くない？これ左は？あ、左なんかでも、穴開いてるから登れそうだな。とりあえず、協力してあそこに入るのが必要そう。やっぱり、排水口みたいな、排気口みたいなところは絶対に通るから、リトルナイトメアは。ここ協力じゃない？協力して登ろう。オッケー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 。シックス隠れろ、すぐ。そして、あ、ここに生きた人がいますね。あのレバーを押したいけど、上登りゃいいのか。生きてる人いるのか。生きた患者さんもいるんだ。あいつはじゃあ医者なのか？あのおデブちゃんは。この穴から落ちりゃいいんだ？あ、違うわ。この穴から落ちちゃダメだ。こっから、掴むボタンを押しながら落ちる。で、ガシャン。これどう？やばい。ここの下隠れればいいんじゃない？あ、やばい！ピーってなってる！で、こっちにあのお医者さんが来る。で、やばいやばいやばいっつって、スイッチを押しに来る。このうちに、なんとシックスくんが、あの有能なシックスくんが、ヒューズを取っていてくれてるんじゃないかい？何をしてるんだろう、これ。お人形さんだよね、ただの。ガチで生きてる人間なのかな？まあでも確かに脈あったし、さっきまで。生きてる人間説がまあ濃厚ではあるんだけど。何これ？俺移動していいのこれ。ごめん、移動するね。ありがとう。失礼しました。あ、シックスヒューズ取ってね。
全然ヒューズ取ってねえ。6この隙だ、この隙だ、この隙にヒューズ取り行くよ。こっち出して登って、手繋げた、手繋げた、お前そういう場面じゃないって。でダッシュダッシュダッシュ、急ごう急ごう急ごう。でヒューズを持って逃げりゃいいのね。なあの医者もなんか待っててくれてそうだもん。オッケー、逃げよう逃げよう逃げよう。ヒューズ取れたから逃げるよ。であのヒューズはめて逃げりゃいいわけね。ただこれヒューズはめたら音がするはずだから、多分全力ダッシュで逃げだね。はめる、これ逃げだよね。そうだねそうだね。はいはいはい、逃げミッション始まりました。スライディング、まあ大体ねこういうのは6区についていけばいいから。ジャンプ、オーケー、いいよ。焦らない焦らない、ゆっくりゆっくり、正確に、ただ情熱に、本気と書いてマジと思うよ。ガーン、冷静に、冷静でいいよ、冷静パスタでいこう。おい、もう6の面影も見えねえ、あいつ足速すぎ。ほほー、セーフセーフセーフ、全然余裕のよっちゃいか。スライディングで走っていって、あ、セーブ入ったってことは第一関門は突破なのかな。いた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 、6お前速すぎ、お前足速すぎ、シンプルな走力に差がある。でもってここは上かな、はいはいはい、おい6が待っててくれてる、やばい。でも俺6君が先行ってくんないとさあ。でこれ下に隠れりゃいいわけか。オッケーオッケー、見つかんないよ。もうこれで見つかったらしい、どうやら。うん、今のはどうやら見つかってたね。シックス君が先行ってくれないと俺何していいか分かんないよ。もう人生の目標がなくなっちまうんだ。シックス、俺より先行ってくれねえか。これはこっちでかわすで合ってんだよね多分。うん、多分こっちで合ってると思う。でこれ左だ左だ左だ、これ大丈夫かな、大丈夫かな、セーフかな、セーフだよねセーフだよね、セーフ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 で開けるんだ。ガーンって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 潰される潰される潰される、ここでこむ、セーフ、うん、よしセーフ、セーフか、これ大丈夫なのか、これリミットはありそうだな。でこれ二人で協力してあの鍵開けて、オッケーオッケーオッケー。なんで6はバレないんだろうこれ、絶対に絶対にバレないという性質を持ってるよね6は。あ、かわいい、これライト当てたら6くん眩しがる、ほら眩しいだろう。そんなんいいんだよ、進もうか。もうあいつ閉じ込めんの成功したんじゃね、もう俺らの勝ちでは。あいつあそこから出れねえだろ。これで元に戻っていくと、あ、これセーブも入ったし病院編終わりなんじゃない、どうだろう、結構順調に進んでると思うんだけどな。途中からはあのやっぱ人形さんのところが難しかったわ。病院編は、あ、これ外じゃない、あ、病院の外、全然中だ、全然外じゃない、まだめちゃくちゃ病院の中だまだ。あ、とりあえず進んでいこうか。でもここ待合室とかだもんね、ここ抜けたら外っぽいけど。あ、これ外だ外だ、きたー、病院編完全クリアなんじゃないの。まあ完全ではないと思うけど、何かしらの隠し要素はあったと思うけど、ひとまず病院編クリアと。オッケーオッケー、楽しかったぜおデブちゃん。まあでもおデブちゃんそんなに難しくはなかったな正直。人形の方が難しかったです正直ね、うん、正直言っちゃうと人形の方が難しかったかもしんない。 OK、 じゃあ今回はここら辺で終わって、また次回はね、病院の次何やるか分かんないけど、ついに電波塔行くんじゃないかな。時間的にもちょうど良さそうだし、ここで終わりますか今回は。